が茨城の魅力を発信するということで、茨城駅長代行総選挙を行っております。前回覇者の駅長、こちらコロッケを誇らしげに持っております。で、今年も行われておりますが、ただいま2位という状況にありまして、ただいま JR、あと関東鉄道さん、あとは商工会の皆さんご協力いただきまして、皆さんで龍ケ崎市を盛り上げていくために、ただいま投票のご協力を、行っていただいております。ぜひこちら投票向こうの JR ブースにもありますので、あと関鉄さんのブースにもありますので、投票の方よろしくお願いいたします。また本日何でも相談会を行っておりますので、普段聞けないような簡単なことでも結構です。何でもご相談ください。よろしくお願いします。引き続きまして、関東鉄道龍ケ崎駅の野口と申します。駅長のやっております。龍ケ崎市関係の皆様や、商工会の皆様にはいつも大変お世話になっております。おかげさまで龍ケ崎線も昨年で120周年を迎えました。それですね、今年はですね、JR さんの方と共同で、駅長総選挙ということで、茨城県の魅力、今年度は最下位に、まずは最下位になってしまったんですけれども、その中で特に龍ケ崎市を盛り上げていきたいと思いまして、龍ケ崎線鉄道をアピールしまして、龍ケ崎市をアピールしていきたいと思います。その中で皆、先ほど JR さんの方からご紹介ありましたように、ツイッターやってる方いると思うんですけども、そのツイッターにより投票などをしていただきまして、こちら QR コードを読み込んでいただきますと投票できますので、そちらでぜひ投票の方をよろしくお願いしたいと思います。